ドジャース・カブス9日ロサンゼルス試合前練習でドジャースの大谷翔平選手山本由伸投手カブスの今永翔太投手の3人がフィールドで談笑した動画「どういう状況 W ためらうことなく山本が今永のお腹なでなで大谷も笑顔」外野芝生でキャッチボールを行っていた大谷と山本そこで外野に向かってくる今永を発見すると 2人が寄っていき握手を交わした。山本は挨拶を交わすと、今永のお腹をポンポンと叩いた。その後、約5分間ほど3人で談笑。練習後、取材に応じた山本は、ご挨拶です、と笑みを浮かべて明かしていた。4月に敵地、シカゴで対戦して以来となる3人の再会となった。史上初の50本塁打、50投塁を目指す大谷はこの日、1番、 DH で先発出場予定。今永と山本は10日の第2戦で共に予告先発されており、WBC 世界一メンバーの投げ合いとなる。鈴木誠也外野手含め、4人の日本人選手がしのぎを削り合う注目のゲームとなりそうだ。